皆さん、こんにちは。主演のドラマは高視聴率を連発する日本を代表する大女優の米倉涼子さん。昔から変わらぬ美しさですが、最近ますます綺麗になった気がします。そんな米倉涼子さん、交友関係もやはり超豪華です。仲のいい芸能人は小泉今日子さん、飯島直子さん、夏木マリさん、竹内まりやさんなど、頼れる姉御肌の方々が多いですね。米倉涼子さんは小泉今日子さん主催の女優だけで構成されている小泉会で副会長を務めているそうです。小泉会のメンバーは飯島直子さん、内田有紀さん、榮倉奈々さん、石原さとみさん、水川あさみさんなどなど、そうそうたるメンバーです。一見仲良しに見える米倉涼子さんと小泉今日子さんですが、実は不仲なのではという疑惑が浮上しています。ということで、今回は米倉涼子さんと小泉今日子さんの不仲疑惑の真相と、小泉今日子さんの逮捕と噂の黒歴史をエピソードなどと一緒と解明していきたいと思います。米倉涼子さんの年の離れた友人で有名だったのが、2012年11月10日に亡くなった森光子さんだそうです。2005年にドラマ春と夏で共演して以来の中で、米倉涼子さんは森光子さんのことを図々しいようですが、すごく身近に感じていますと語っているようです。森光子さんは米倉涼子さんが悩んでいる時には、森光子さんは何かを感じ取り励ましの言葉をかけてくれたという素敵な関係だそうです。森光子さんは41歳で初めて主演を務めるなど、若い頃には相当苦労されている方なので、モデル上がりという周囲の評価と戦いながら女優として頑張る米倉涼子さんが、自分の下積み時代と重なったと考えられます。そんな思いは米倉涼子さんにもあるようで、あるインタビューで、森さんの子供でもないのに私が森さんの後を継がなくちゃと感じたと語るほど、米倉涼子さんは森光子さんの生き方に憧れていたそうです。そして今、米倉涼子さんのことを姉のように慕っているのが小泉今日子さんです。もともと仲の良かった飯島直子さんの紹介で一緒に飲むようになった米倉涼子さんと小泉今日子さんだそうです。実際ほど年が離れているので、米倉涼子さんにとって小泉今日子さんは姉御的な存在だったかもしれません。米倉涼子さんは酔っ払うと、きょんちゃん、きょんちゃんと甘えるそうで、小泉今日子さんもよねと呼んでいて、米倉涼子さんの家の近くで飲んでいると必ず呼び出すほど可愛がっているみたいです。トップアイドル、女優、そして結婚、バツイチと人生経験が豊富な小泉今日子さんに、米倉涼子さんが恋愛や仕事について相談することもあるそうです。そんな米倉涼子さんと小泉今日子さんの不仲疑惑の理由は、米倉涼子さんが出演したテレビ番組でのエピソードがきっかけでした。米倉涼子さんは小泉今日子さんにダメ出しばかりされ号泣しているとか、号泣した米倉涼子さんが酔っ払った小泉今日子さんにビンタされたとか、また2019年4月22日放送の一番だけが知っているというテレビ番組で脅威に思う女優 K という方のエピソードを話しているようです。その女優 K というのが小泉今日子さんではないかと話題になっています。しかし調査したところ、米倉涼子さんが脅威に思う、思わず対抗心が湧いてしまう女優 K とは黒木春さんでした。黒木春さんの持つ人間としての魅力やエネルギーがすごいので、同じ人間だけど全く違う生き物だと感じたとのことです。これで不仲説はデマかと思われましたが、号泣した米倉涼子さんに小泉今日子さんがビンタを食らわせたというのは実際にあった話です。2017年7月20日放送の桜井有吉座夜会で米倉涼子さん本人が話しています。ドラマなどのイメージから豪快で男前な性格に見える米倉涼子さんですが、実は繊細な一面もあるようで、お酒が入ると米倉涼子さんは泣き上戸になってしまうという意外な一面もあり、そんな米倉涼子さんに小泉今日子さんはピーピー泣いてんじゃねえといつも一喝しているそうです。
米倉涼子さんが泣き上戸とは意外です。強い女性のイメージの米倉涼子さんも、大先輩の小泉京子さんや飯島直子さんからすると可愛いいじられキャラなんですね。また小泉京子さんと初対面時の米倉涼子さんの態度がでかかったと、小泉京子さんのラジオに米倉涼子さんがゲスト出演した際に小泉京子さん本人に暴露されていました。テレビやラジオで実名を公表して笑い話として話せるのは米倉涼子さんと小泉京子さんが良しみな関係であるからでしょう。米倉涼子さんが小泉京子さんのことを慕っていることが伝わってきますし、小泉京子さんも米倉涼子さんを妹のように可愛がっているのが伝わってきます。エピソードだけ聞くと本当に仲がいいのか不仲なのではと思ってしまいそうですが、米倉涼子さんと小泉京子さんは不仲ではなく仲良しのようです。最後に小泉京子さんの逮捕と噂の黒歴史についてです。小泉京子さんが過去に逮捕されたということですが、厳密には逮捕ではなく書類送検です。どっちも同じようなものなのですが、逮捕というのは刑事訴訟法の定めに従って行われる身柄拘束のことですね。逮捕は事件の全容解明に向けて実行ある取り調べを実施するための手続きのことです。一方の書類送検というのは身柄を伴わない書類のみので、捜査が警察から検察官に引き継がれることです。早い話が、一般的には逮捕されずに検察庁へと事件が引き継がれる手続きということです。小泉京子さんの場合は後者の書類送検だったということです。これがいつしか小泉京子さんが逮捕されたと大きな誤解になってしまったようです。どちらにしても同じような意味ですが、それにしても小泉京子さんはなぜ書類送検されたのでしょうか。小泉京子さんは2005年1月26日の午前6時20分頃、東京都目黒区青葉台の路上に停めていた新聞配達員のミニバイクに車をぶつけ、そのまま逃走。配達員に怪我はありませんでしたが、ぶつけられて倒れたバイクの一部が壊れてしまいました。配達員が覚えていたナンバーの一部から小泉京子さんが割り出されました。逮捕って流れになりそうですが、この当て逃げ事件で小泉京子さんは書類送検されたのでした。調べによると、小泉京子さんは当時ぶつけたという明確な認識はなかったそうで、そのまま帰宅したとのことです。取り調べに対して止まって確認すればよかったと話したそうです。当て逃げをしたとして道交法違反容疑で書類送検され、東京区検は2005年3月15日に起訴猶予処分としています。処分の理由については、軽微な事故で被害者との示談が成立したこと、被害者も寛大な処置を望んおり本人も反省しているためとしています。書類送検がいつの間にか逮捕という噂になってしまったようですが、当時はあまりニュースに取り上げられなかったことも誤解につながっているようです。以上が小泉京子さんと米倉涼子さん不仲疑惑の真相と、小泉京子さんの逮捕と噂の黒歴史でした。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。